チで怖かった今の。ほんまに怖いわ、学園都市行き。どこ行きなの？伊賀谷行き？伊賀谷。学園都市行きでもまあ市バスにもいろいろ種類があってさ、まあエアロスターとか。エアロスターしか勝たん。エアロスターしか勝たん。おマジか。まあ、リエステとか。見た目も同じでもさ、なんかステップはあったのなかったのはちょっと。ポンチョとかめちゃくちゃちっちゃいの。眩しい。これ明度上げるとね、幕切れをね防げるんだよ。ああ、そうさっき。やばない。タイヤパンクしたんじゃね、さっきのバス。パンク。さっきのバスタイヤパンクしたんじゃね。バスね。めっちゃキュー言うたやん。いいね。幕切れが、なんでこれ明るさ上げたら幕切れなくなるの？シャットスピードが変わるから。そうだ、ほら、これちょっとだけ右に傾いてるでしょ、うん、これはね、あの空気圧というか高さ調整で、空気圧で、そう、高さ調整ができるんだよ。おー、分かった分かった、すげえ。あ、こんな顕著に、そうだよ。乗ってたらそんな気づかない。神戸学院大学直通。へぇ。バス同士の渋滞が起きてる。リエッセあれ。あ、あれじゃない？あ、それだそれだ。これだこれだ。あれに乗っていくんですか？うん、でも行くととか書いてたらさ、行くとは乗ってはいけないもん。あ、そこ止まった。
多分これやる、ここまで組んでる。そろそろ出発するで。バスが吹かしたりとかせえへんのかな。ドドドドーンって。そう、それはない。現地がまだ行ってもらってた57番ケープ岩谷駅。バスが並んでる。入るか乗れるかな、これ。入れんちゃう。立ちたくはない。だから一番後ろの席が一番座りやすい。だから分かる、その二人掛けやの座ってたら隣に座ってきて、そのなかなか降りるのがちょっと気まずいな。後ろ乗り前降りやからな、関東とはちょっと違う。乗らへんの。じゃあバイバイ。Thank you.
行きやすい。